兄さん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。はい、こんにちは、ブルフォスです。なんかオープニングがあったんでね、なんかどのタイミングくらいから喋り始めたらいいかっていうのがちょっと全然わからなかったんでね、とりあえずミヤの映像だけを眺めてから、はい、スタートしていこうというふうに思います。ということでね、今回からバイオエゼル7をね、心配ないよ、やっていこうというふうに思います。話があって、まあ、ダウンロードコンテンツがね、10月28日にバイオビレッジで発売するということを記念しまして、まあ、そのイーサン物語というのをまあ振り返っていきましょうよということで、バイオセブンからやっていこうというふうに思いますね。まあ、衝撃の真実、実はあの時イーサンはみたいな方にスタートからになってると思うんですけど、まあ、改めて見てみるとすごい映像綺麗なんだなっていうふうに思いますけど、まあ、若干ね、あの映像確保しておりますけども、皆さん見やすいように、あのね、過去の動画とか振り返ってみたら、バイオ RE3 とかさ、バイオ7とかそういうのをさ、皆さんと一緒にねプレイしてたタイミングとかでお見せしてたら、なんかねやっぱり、ね、画像が若干暗かったんで、少しね明るめに補正して、あの皆さんに見やすいようにっていうことでご提供していこうというふうに思っております。はい、でね、今回なんですけど、コーヒーを飲んでます。違う、あの今回なんですけども、まあ、どこまでチャレンジできるかっていうのがわからないんですけど、一応そのアルバート001だったっけな、なんかあの3発しか使えないけど、そのちょっとした、あのなんか、あれ、こんなスピード速かったっけ、めっちゃ速いな、息切れない、大丈夫、だって一般のサラリーマンでしょ。まあまあそんなことはいいとして、うん、何が言いたかったかって言うと、あ、そうそう、あのまあ一応強化ハンドガンを使いつつ、まあサクサクっとちょっとできる限り進めていこうというふうに思うんですけど、4時間以内のクリアを目指してプレイをしていこうというふうに思います。で、4時間以内にクリアすることができたら、なんかあのスペシャルアイテムみたいなのが、わーお、久しぶりです、ジャクセン、はい、うん、そうそうそう、で、なんかスペシャルアイテムが手に入るということでしたので、まあ、それをね、手に入れるということにチャレンジしてやっていこうというふうに思いますから、まあね、あの、ちょっとじっくりね、なんか、ツアーを、みたいな感じでやっていきたかったんですけど、まあ、残念ながら、その、ハンドガンだけだったらね、出てくる、あの、ノビスタ道じゃなくて、あの、E 型特異菌のね、ゾンビたちっていうのを、ゾンビじゃないのか、あれはただのカビか、をぶちのめすっていうことはできなかったりするんで、まあ、免許証別にいらないんだけど、免許証ね、あ、こんなことしてたらあれだよ、4時間いけねえや。まあとは言いつつね、まあ、4時間って言っても多分前回が5時間半くらいとかだったんで、あ、だいぶゆっくり進んだからね、うん、まあ、それを考えるとなんとなくいけるんじゃないかなというふうに思いますから、まあ4時間ね、できる限りちょっとサクサクっと進めていくような感じで、ね、やっていこうかなというふうに思います。あれ、あのブランク揺れなかったね、うん、ということで、お邪魔します。どこからそのライト持ってきたの。慎重にやっていきましょう、ね、で、まあ、ここどこまで進んでっかな、ちょっとこんなのやってて、キブリファーなんてやってる暇はないから、うん、とりあえず、行けるところから進んでいこうと思います、うん、よし、なんだっけ、ジャック、あ、この足はあれか、イブリーンか、あ、妊娠しました。で、これがあれがないから拾ってこなきゃいけないんだけど、これをジャンじゃなくて、これは監禁部屋。で、この下をくぐっていったらいいんだけど、あれ、ちょっと聞けない。ん、あれ、これ出てこなかったっけ、あれ、
他に行けるとこあったっけ。やばい、こんなところでなんか時間を使いたくないんだけど、時間を使わさせない。あれ、上かなんか調べたら出てくるんだったっけ。ちょっと待ってね。はい、よくわかんない、ボロ切れ臓器。この家を作ったのはトレバーなんでね、こんなもいらないし、別に取材をしたいわけじゃないからね。あれ、どこだったっけ。あのレバーカチャコンって引けるんじゃなかったっけ。もう一回行ってみようか。どうしてもあのアイソレートビューだと、皆さんあのちょっと苦手な方はね、ちょくちょくとあのゆっくり止めながらね進めてもらえたらいいかなっていうふうに思いますけど、あれ、ちょっと待って、あ、行けた行けた。あ、なんだカーソルの焦りって、あ、もったいね、これで 2,3 分損してんだよな。よし、でこれでオープンザウィンドウ、違う、こっちかミスった。ちょっと待ってね、しゃがむ、ケイで、ここを降りていって下へ参ります。か、え、今の足のスライドのさせ方なんかすごい違和感なかった。で、主人公は落ちます。この背中がダーンって打撲した時点でもうなんかね、一本二本いっちゃってるような気もするんだけどね。それでもいかないのがEさん。でもこの時点ではまだEさんあれだもんね、ただの人間だもんね。この中をね、ザブーンと、これが面白いよね。なんか坂じゃなくてなんか段差みたいになってんだもんね。で、いや最悪だとか思いながらやってるんだろうけど、それでもあの両手を上げずにちゃんとあの下を仕込んでいくっていうね。ほら、あれでも今濡れてた。でこれがどのタイミングぐらいかな、なんかね、あの時短ができるみたいな、この横向きに行っていくと、あの最初死体がウェーって出てくるじゃないですか、あれを無視できるみたいなね話らしいんだけど、あれこんな長かったっけ、あれちょっと待って、無限ループ、違う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 、あ、ここをくぐった時か、あ、でなんかボコボコってなってるじゃないですか。でこっちを向きながら行くと死体との、遭遇をキャンセルできると。さあ皆さん、ここがね、あのね、いつも思うんだけど、なんであんなところにこんなアイテムがあるのって思ったりするんだから。今のだったらさ、 あそこ今便器あったじゃないですか、なんで便器そこにあるのみたいなね。ヘイディ転化、転化した人たちが、あ、なんだったっけ、もうね、セブンへの、違う、それは無理だ、それは無理だ、免許証でカチャコンってね。オープン、さあみゆちゃん、お尻長めに切ったよ。みゆ、見つかってよかった。俺だ、イーさんだ。イーさん、ね、あれ、こんなに髪の毛の量多かったっけ。どうしてここにいるの。なんかすごい映像綺麗になってる。あれバージョンアップしたから、あれ PS5 仕様になったんだっけ、スチームも。どうなんだろう、わかんない。とりあえずくる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 回ってこう。違う、私じゃない、私が。誰にも見られてない、あいつには。誰にも見られてない、あいつには。あいつってどいつ、一体何があった。あいつが来る、早く逃げないと。あいつって今すぐ逃げるの、早く。ああ、まあ多分そのだんだんこう年数を重ねていくにつれてエロ補正っていうのがかかっていって、じゃあエロ補正じゃねえな、補正じゃないのか、まあ補正って言ったらいいのか、でもかかってきてるからねえ、ちょっとずつちょっとずつそのお色気シーンっていうのがね。だってバイオ4のなんだっけ、 VR とかもアシュリーのパンツが見れなくなってるんでしょ。それがなかったらもうな、楽しみも減ったくれもねえよね。の割にはあのお胸の方は強調されてるんだけど、ミアどっちもないからね。おパンツも覗けなければお胸もあるわけじゃないし、ちょっと脇、脇、別に、でもな、個人的な性癖で脇で興奮するわけでもないからな。でも最近なんかお尻もいいなって思い始めて、僕は完全におっぱい派なんですけど、人の性癖なんかどうでもいいよな。下から見上げてもなんかね、こっちもないしね、陥没なのかな、陥没型なのかな。すごいよね、この状態がこんな感じだからさ、多分匂いなんかもすごいミアのところ来てるんだろうな。頭痛いの、まあ最近ほんと暑い日ばっかりが続くからね、熱中症で頭痛くなるのとかザラにあるもんね。私じゃない、私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。それじゃあちゃんと話してくれ。もうなんかいろいろとパニックで、ね、私が知ってることはもう全部話したわ。にしてもこれさ、何日体洗ってないよのっていうくらい多分テッカテカなんだろうな。髪の毛とかもさ、なんか1日お風呂入らなかっただけで髪の毛って割とさ、なんかすごいバシバシになるんですけど、皆さんどうす、ね、そっちで合ってるのか。
パンティーラインがないもんね。もしかしてノーパン？覚えてるの。あなたずっとそこで監禁されてたんだよね。なんでこんなところまで行けるっていうのが分かってるのっていう話だね。さあ、じゃあいつものところ例のごとく、あー手が邪魔なんだよ、イーサン空気読めし。横を向いた時にどれだけの膨らみがあるかっていうのをチェックするのは男としての差がでしょうね。ここよ、ここだわ、ここよ、よいしょ。ってことはこれ連れてこられた時にここまで見てたっていうことだよね。この部屋覚えてるっていうね。間違いないわ。ドアイズゴーン、ドアがない、ドアイズゴーン、なくなってる、なくなってるわあなたが来てくれたから頭痛に恵まれて おたわむれになる。おたわむ、ここにドアがあったの、おたわれになるといいわ。信じて、恐怖だよね。おやすみ。あ、見えてるっけ。ミア、あ、うん、早く逃げないと。ここにいてくれ、いいな。出口を探してくれ。なんかいまいちね。やっぱヴィレッジ、うん、一皮むけたミアにならないと興奮はできないって感じかな。で、終わった時に4時間050秒とかなって、その谷間に見とれてたからとかってなったりするんですね。ミア、すごいね、あの一瞬で。これでもさ、なんかジャックとかが連れて行ったっていうよりはさ、なんか自らがその変異してさ、やめてって言いながら二重人格の感じでブワーって行ったって、そんな気がするけどね。オープン、何もない。さて皆さん、ジュオン&サダコの時間ですね。で、オープン、回復、回復薬、これ1個だけ、あ、2個あるんだね。そうだな、回復薬は使っとかないとね。今から嫁による恐ろしすぎる DV を受けなくちゃいけないからね。ということで入っていきましょう。トゥ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 、どこまで行ったら、あ、来るのかな、来る、来ない、来る、あ、来た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 、アイズリゾン。俺最初見た時さ、本当にバイオって思ったよね。なんか完全なるその、ね、恐怖体感呪音、うえって目の前には嫁が立っている。あんたの給料が安すぎるせいで私は出稼ぎに行かなくちゃいけなかったのよ。出稼ぎに出たのに、そこでわあ給料が稼げないで奴隷のように毎日働かされて、その気持ちがあなたにわかるの。ゴロラに腹立つておくべきか。まあまあ落ち着けよ。この状況で落ち着けよってね。もうさ、痛いの。声が聞こえる。やっぱり離婚の原因ナンバーワン、お金。性格の不一致とかでさ、離婚とかさ、なんか言ったりとするけどさ、そもそも性格なんか一致することなんかないんだからさ。そうそう、離婚の原因って結構ね、お金だったりするのよ。どっちかがどっちか養えるほどのね、ような稼ぎがありゃね、誰もね、文句なんか言わねえから。なんでこんな。さて、へえ。回復薬を使う。じゃあちょっとあのチュートリアルに従って、ちょっと待って、あれおかしくね、刺さってたんだよね、刺さって穴開いてたはずだよね。でそれがさ、 E 型特異菌に感染された E さんだったらさ、穴がさなくなるのわかるけどさ、まだこれ普通の人間の状態なんだよね。うえーと、これミアが接触した時に実はもう感染してたってことか。さ、必殺イーサン分身の術、うらうら、この動きがお前に捉えられるかね。あっあっあ、痛い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 、普通にやられたわ。ほら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 、どうだどうだ、視聴者さん泣かせの、視聴者さん泣かせのね、もうもう何が起こってるかさっぱりわからないっつ。オッケー、おやすみなさー。うん、完全に嫁殺しに行ったよね。そこ刺されて生きてる人間はまあ普通に考えればいないざんすからね。
レッドワイン。さ、なんかプル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 なってるから、ちょっと受話器をね。はい。ここに来るんじゃなかったね。もしもし。誰だ？一体何が起きてるんだ？私はゾイ。何が起きてるかって。屋根裏から逃げられるよ。ま、屋根裏？なあ、一緒。早く。そんなことはいいとしてね。まず、ここ、廃屋なのにここに電気が通っててね、あの電話線が繋がってるっていうことがなんか面白かったですよね。あれ、ちょっと待って。嫁さんがいなくなったことを不思議に思いなさいよ。よし。じゃあ、あそこの階段を下ろすためのやつをつけなきゃいけないので、こっち行っても仕方ないね。こっちだな。OK。なんだば、カチャコン。カチャコンっていうタイミングずれてしまう。まあいいや。で、戻っていくと、ちょっとあの、二日酔いで歩き回っているね、ミアがいるんだけど、これが、このミアがどこに行って隠れてるのかってのはわかんないんだよね。実はこの階段の下のところのスペースにいましたって、こうやって落ちなんだけどね。いや、わかんないよ。わかんないよ。わかんないんだけど。チェーンカッター、そこに入れ込むことはできないのかな。このまま登っていきましょうとでも思ったか。さあ DV リベンジ。よくも私のことを、後ろ後ろ。よくもやりやがったなこのクソ野郎が。言葉遣いが。お前も足は嫌がる。その汚い言葉遣いをすることの方になんかちょっと減点を与えたいな。手首は固定しておく。どんだけ深く刺さったんだって話じゃない。まあこれあの大丈夫です。あの Z バージョンではないので手首が切られるっていうオチはないですね。でもあれだよね、その右腕をさビレッジで切られて、左腕をさあのこっちで切られてるっていう。めっちゃ楽しそう。私の仕事なんだ。すごいみや楽しそうだね。みやこれで生きてんだもんな。もうなんかもう切られたショックだって。この時点ではさ、あの切り傷のところあるけど、実際あそこなくなってるんでね。ね、この時点で普通はさ、ショック死するもんだぜ、人間って。で、このこの段階ではまだね、あの、いいさ、普通の人間のはずだからね。さあ、じゃあ登っていこうか。ミアとの最終決戦。最終決戦ミューズ。よし。コルガバメント。これで。よし、これで。完全にミアのやる気やん。もう嫁さんぶち殺す気しかないやん。もうイーサン。さあ、久々のね、初めてこのバイオセブンね、やった時、あのパソコン上でね、やった時も、照準が定まらなさすぎてさ、全然どうしたらいいか分かんなかったっていううちがあったからね。まあ、そこら辺で言ったら、まあ、なんとかなるっしょっていう。OK、じゃあ、登っていきましょう。と思ったか。よし。バッテン描いて降りてくるんでね。まあ、ちょっとここら辺に、あ、なんかめんどくせえな。ちょっと待って。あ、やっぱ、斧で切れなかった。斧で切れなかった。無理、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 無理。もうそうなったら無理だ。おー、柱がポーン。やばいな。悪いな、私なの。あなた悪い子なの？あー、装填が遅い。急いで、急いで。早くしないと、早くしないと、くる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 。怖い、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 怖い。もうあの、飛び道具バサス、近接武器の嫁さん&Eさん。柱が。あ、柱切らないのね。ちょ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 。これ次食らったら次食らったら次食らったらやばいよ、次食らったらやばいよね、やばいよやばいよ。ああ、そうですか。今人間期待されるとあの元気になりますからね。おお、ちょっと待って。おおおお、危ない危ない。あ、終わった。あ、終わったわ。いやー、ちょっと君に愛されたところでね、ブル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 してる。さてと、どのタイミングでファミパンが来るかわからないけどね。まあ、ちょっと、しょっぱなからだいぶあれも長くなってるんで、ファミパンをですね、引きずり込まれたところで一旦ね、終わりにしようかなと思ってます。これまたあれかな、こっち行っ
ったら、Welcome to Punch される。家族だね。そうそうだね。ふぅっ！やっぱ髪の毛の毛増えてない。顔見えてないもんね。お前は、この時、死んだ。いひひひひひひひ。ということでね、次回はね、楽しい楽しい、汚い食事とか、お食事をしているシーンからね、お届けしていきたいというふうに思いますんでね、まあ、バイオセブンね、4時間以内チャレンジっていうところをね、まあ、ラリクラリですけど、やりながら進めていこうというふうに思いますんで、ぜひね、皆さんのチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、応援していただけたら嬉しいというふうに思います。まあ、嬉しいですね。はい。起きてよ。まだ死んじゃダメなんて、やってもらうことが、そうそう、ここでまあゾエが登場して腕をカチャコンとしてくれるというところですね。はい、じゃあこれが終わったらね、速攻消えたいと思います。お疲れ様でした。